歯止めを設けることが目的化し、自衛隊の機能をいかに活用するかという肝心な視点を兼じている。そうした印象が拭えない。国際紛争に対処する他国軍を後方支援するための自衛隊の海外派遣について、自民、公明両党が事前の国会承認を例外なしで必要とする案で合意したことだ。例外なき事前承認は過剰な制約と言える。場合によっては弊害をもたらす。事前承認の原則を置くのは良いが、緊急時には事後承認を認めるべきである。政府与党には再考を求めたい。事前承認の規定は海外派遣を随時可能にする恒久法、国際平和支援法案に置くものだ。国際平和支援法案が定める自衛隊の後方支援は、武力行使を伴わないとはいえ、国際的に見れば軍事行動の一種である。安全保障や軍事の分野では、想定外の緊急事態が起きやすい。だからこそ、自衛隊にその能力の発揮が期待されている。自衛隊に対し、機動的かつ柔軟に動けるような余地を制度的に設けておくのは当然必要と言えよう。政府自民党が、緊急時の事後承認を認めるよう主張していたのも、そのためだろう。今回の与党合意に基づけば、派遣中の自衛隊が、事態の急変などに伴い、基本計画外の支援を求められても対応できない。初動が遅れ、一緒に活動する他国の部隊や、活動する地域の市民の危険が増すなど、取り返しのつかない事態が生じることはないと、言い切れるだろうか。公明党は、例外なき事前承認となった理由の一つとして、政府から事後承認を認めるべき事例の説明がなかったとしている。与党協議が統一地方選の期間と重なり、平和路線を重視する公明党としては歯止めを強調したかった面は大きいだろう。政府自民党は日米防衛協力の指針改定や日米首脳会談を控え、与党内の大筋合意を急ぐことを迫られていた。だからといって安全保障上欠くことのできない点に目をつむり、政治的妥協を図った末の合意であるなら、極めて問題だ。安倍晋三首相は、あらゆる事態に切れ目のない対応を取ると謳ってきた。法の不備で生じる負担を自衛隊に強いるような合意は、やり直しを命じるべきだ。